はい、どうも、てけてけです。あいとつで、きゅうちゃん、分析後編動画やっていきたいと思ってたんですが、ちょっと今回、いつもの分析後編動画というよりも、まあ、このきゅうちゃんの、まあ、戦役だったり、ボス戦なんかの、まあ、あれこれを喋っていく方が楽しそうかなという気持ちがとても強く、ちょっともしかしたら、分析後編動画出さないかもしれません。他のアタッカーキャラクターとかだったら、まあ、他の分析後編動画で、まあ、対人戦のランキングとか、ああいうのも出していったりするんですが、きゅうちゃんちょっと、性質上、戦役ボス、大好きキャラクター、まあ、対人戦も強いですが、になるので、まあ、どちらかっていうと、戦役ボスのパフォーマンスだとか、まあ、いろんな考え方等気になってる方の方が多いかなっていう風に考えると、まずはこっちから出していって、まあ、あとは、まあ、余裕があったり、まあ、要望が多ければ分析後編動画の方も作ろうかなというような感じで、ちょっと作戦を変更させてください。そして今回の動画では、キューちゃんがこのゲーム内に新しく来たことで、今後の戦役メインとサブの組み方ですねのセオリーがどう変わるかっていう部分について解説していきたいと思います。でその前に、こちらメール届いてました。放置少女クリエイタープログラムボリューム1ということで、まあ、例の放置少女関係の動画を3万再生分作ったら、まあ、3万元歩あげるよっていうキャンペーン、まあ、先月チャレンジしてたわけですが、おかげさまで3万再生、そして3万元歩達成することができました。はい、これもひとえに動画を見てくださってる視聴者さんのおかげですので、本当にありがとうございます。もうすぐもらってすぐ使って、今キューちゃんのね検証に使わせていただいておりますので、いただいた元宝についてはしっかり検証に使わせていただいてますので、いつも応援してくださって本当にありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいです。助かります。その恩の分母を全力で動画作っていきたいと思いますが、今回 Q ちゃんがゲーム内に実装されたことで、今後戦役なんかのメインサブの組み方、まあ、どんな風に変わっていくかですね、ざっくり私が思う、まあ、最適解かどうかは分かりませんが、近似解になりそうなデッキ、はい、戦役のメインとサブの方ですね作ってきましたので紹介させていただきます。まあ今後はしばらくこんな形になるのかなという気がしてます。まあ、ちょっと本来であればここら辺のバッファーフロントに置いとくと敵の全体攻撃で落ちちゃうんで、本当は、はい、こんな感じで弱い子前に出しといて、まあ、バッファーは後ろに置いとくっていうのがセオリーですが、まあ、ハクタクやキューゲンちゃんに関しては正直前に置いといても復活や致命ダメージ無視あるんで、まあ、こういう形でもいいのかなって気はしますね。まあ、というよりこちら廃課金のサーバーなんで、弱い子が敵の全体攻撃で落ちてくれないんで、はい、私の場合はもうこういう風に弱い子なしで全員フロントに置いてますね。まあ、ただ廃課金じゃない方は弱い子前に並べて、ハクタク、ニビアン、キューちゃんなんかは応援だしがいいのかなと思います。でなんといっても今回のキューちゃんですね、まあ、スキル1で祝福を味方の主力と自分自身につけれるようになったのと、まあ、スキル2で敵全体に撃砕をばらまくことができて、で敵の状態性 100% 無視も知力値勝負で勝てばできると。でその知力値っていうのは自分の幸運状態によって 1.5 倍にすることができるし、まあ、さらに味方の暴走なんかをコピーすることで 50% 知力値アップも得られるしで、まあ、合わせて 100% 分の知力値アップができたり、まあ、あとリュービちゃんからもコブもらえるんで、まあ、知力値勝負はかなり勝ちやすいかなということで、前編動画でもお見せしましたが、まあ、そんなに知力値の育成頑張らなくても知力値ガチガチしやすい罪悪撃砕ばらまきキャラクターが出てきたということで、はい、そのおかげでデッキに撃砕キャラクター入れなくてよくなるんですね。なんで、まあ、ハクキみたいな撃砕キャラクター今までメインで使ってたのがこっちにサブの方に移動できるという、まず大きなメリットが1個あります。でまあ205ステージまでの進軍を考えると、やっぱり、まあ、この前も話しましたが、結局はリュービちゃんはクビにならず、もうコブの重ね掛けをした方が火力が上がるんで、 HP 爆上がりしていたりバリアがつく201ステージ以降にも対応しようと思ったらリュービちゃんがいいのかなと私は思います。なんでリュービにいかに強いコブの重ね掛けをしていくかが重要になってくるんですが、まあ、その際に今選択肢としてはもうスキル1で七星上杉と劉備につけれて火力アップしながら、スキル2で罪悪箱をばらまけるハクタクちゃん、ここは外せないかなと。であとバフの中でも一番攻撃力をパスできる 100% 攻撃力アップの暴走を上杉と劉備につけれるニビアン、まあ、現状はコブの重ね掛け強くしようと思ったらニビアンも必須級かなと。であとは今回の撃砕ばらまきができながら祝福をつけることができるキューゲンちゃんが今回ここに入ってくるっていう感じですね。まあ、ここ正直祝福に関しては攻撃力 50% アップなんで、まあ、例えば小王の祝福なんかを入れて蓄力で 60% 攻撃力アップの方が強くなるんで、はい、正直これでも OK です。でこの場合は撃砕キャラクターがいなくなるんで、撃砕キャラクターをこうやって持ってくると、はい、なんでこの形か、またはここキューゲンちゃんにして、まあ、こういう形かっていう感じですかね。でまあ蓄力キャラクター小ダッキみたいに2人持ってればいいですが、持ってない場合は、まあ、例えば帰国士みたいなキャラクターで後ろにずらしますが、風波をばらまいてもらったりするような応援の出し方っていうのもありかなと。まあここら辺は帰国士をあえて取るというよりは、将来風波をばらまくバッファーっていうか、まあ CMR の新キャラクターのアタッカーなんかでスキル1で風波ばらまきながら戦う強いキャラクター、まあ、最近 CMR キャラクター、例えばブリュンヒルドなんかは束縛ばらまくし、マーリンなんかはスキル2ですが風波ばらまくしっていう感じで、罪悪状態もばらまきながら戦うようなキャラクター増えてきてるんで、まあほどなくしてスキル1で風波ばらまくようなアタッカーキャラクター出てきそうだなと。まあそしたらこういうとこに置いてもいいし、まあっていうかおそらくですが、今蓄力キャラクターダッキと小王だけですが、今後 CMR の蓄力キャラクター、まあこの小王がそうだとして、がスキル
キル2で罪悪風波もばらまくような、まあ小王の上位互換みたいなやつが出てくるんじゃないかなって気がしますね。まあそうなったら Q ちゃんと交換しながら撃砕キャラ入れるみたいな感じになりますかね。まあただそれはあんまりこの布陣から大きな変化はないかなと。今の時点で、まあ蓄力風波に関しては結局ニビアンは暴走でダメージ 100% アップなんで、まあ蓄力が普通の 60% 攻撃力アップだったらニビアンとは変えられないし、まあ変えてハクタクかキューちゃんの位置との、まあ、精鋭もある蓄力キャラクターの交換になるんで、でキューちゃんと変えたら結局ハクキがここに戻ってきてって感じで、じゃあ小王でいいじゃんっていう風になるんで、まあ今のところは蓄力風波の新キャラクターというよりはここの暴走ですね。ニビアンのところが今ニビアンはスキル1で暴走ばらまいた後スキル2で束縛ですが、まあこれの精鋭もあるバージョンの強力なやつが来るか、または CMR の蓄力で攻撃力 100% パスの強力な蓄力キャラクターが出てくるか、 CMR でスキル2で風波ばらまくかみたいな流れはありそうですが、まあ、とにかく Q ちゃんが入ったことで、まあ、ここの応援枠ですねがめちゃくちゃ自由が効いて、まあ、ここ例えばその他には、はい、かぐや姫みたいな奮起キャラクターなんかで、まあ、ちょっとだけ火力上げるとかでもパーティーの組み方としてはありですね。あ、ちょっと落ちてますね。まあ、影やはやや風波や蓄力に比べたら弱めですが、でも、まあ、ありがたいのは撃砕キャラクターがもし持ってた場合サブに持っていけるってところですね。であと祝福キャラクターなんかも今すでに持ってる人もサブの方に祝福キャラクター持っていけるっていうのは全然損にはならないん であとは自分で暴走化できる超運なんかがめちゃくちゃ相性いいですね。まあこれはあのサブの戦役がリリースされた初日に私は超運提案させていただきましたが、まあ、このキャラクターが本当に一人で超高火力になれるキャラクターなんで、まあ、蓄力祝福暴走は自分で自分につけながらスキルに必中で殴れると、であと撃砕の補助がつけばさらにサブ戦役も回しやすくなるって感じで、まあ、ここに火力がサブで作るのであればこんな布陣がかなり強いかなと。しかも人数もそんなに必要としないし、で陽気比がスキル2で罪悪箱を敵全体にばらまけるのもいいですよね。今まで祝福キャラクター陽気比とチョコメちゃんだけだったんで、まあ、チョコメちゃんが敵全体に箱をばらまけなかったんで、そこの部分陽気比はばらまけるんで、今敵全体に箱をばらまけるキャラクターがハクタクとこの陽気比の2種類出てきたんで、サブでも戦役でも箱をばらまきがバフをつけながらできるようになったってことで、まあ、サブとメイン考えたらハクタク陽気比が箱キャラクターとしてはいいのかなと。で箱キャラクターを上下分けるためにはキューちゃんがここに入ることで陽気比の祝福をカバーしてくれるんで、陽気比が心置きなくここから下に行って箱をばらまきキャラクターとして立ち回れるっていうような感じで、うん、割とこの形が、まあ、最適解かは分かりませんが近似解に近いのかなというような気が私はしてます。でも、まあ、もちろんこの超運の部分に関してはご自身で持ってる別のアタッカーとかでもいいですし、まあやっぱり必中キャラクターじゃないとどうしても68秒出すのは難しいので、まあ、そこは仕方ないとして、はい、こんな感じになってくるかなと。で、まあサブの方はもう 20% じゃなくてもう全然 10% でいいよっていう人は別に200ステージじゃなくて150ステージみたいな簡単なステージで編成なんかも適当に自分が持ってる強いアタッカーなんか一体で、まあ、サブの方はやるみたいな感じにすると思うので、はい、まあ、この場合は別に無理して今まで持ってた、まあ、陽気比だとか白気なんかがいると思うので、キューちゃん投与しないで、まあ、そういったキャラクターに、はい、こういう風に、まあ、通常通りの運行で戦役組んでもらうっていうのでも全然いいのかなと。サブ戦役の効果に関してはこちらの動画なんかでも話してますが、まあ、サブの方その動画見た上で焦ってない人は同様に今回のキューちゃんに関しても焦らなくていいのかなっていうところですね。別にこの形でも回せるんで戦役においては、まあ、ただボスがねめちゃくちゃ復活が致命ダメージ無視ができるんで長期生存できて強いキャラクターなんで、まあ、陽気比も言うてバフコピーのおかげで結構復活ないくせにボス戦長生きできるキャラクターなんで、意外と陽気比はボス戦生存力かなり強かったりするんですけど、まあボスも戦役ももう全力で突き進んでいきたい人はやっぱり Q ちゃんにした上で、まあこんな感じで目指していくのがいいのかなっていうような気はしますが、はい、まあ先月ハクタク来たばっかりですしね、そんなに焦らなくてもいいかなと、ああいうのが私の結論です。であとはすでにこの超コメちゃんですね、持ってる方ですね、これに関してはもう祝福キャラクター3体目になっちゃうんで、超コメ陽気比すでに持ってる人は Q ゲンちゃんの緊急性はやや薄まるかなと。まあ別に祝福とあと撃砕キャラクター1体持っていればこと足りるので、メインの方はこんな感じで超光明白気陽気比みたいに持ってる方は、で特にレベル200ステージならともかく190ステージとかだと撃砕キャラクターもカシウスで OK なんで、こっちの下の方がこんな感じでカシウスで良くなるんで、まあ、撃砕キャラクター1体白気は心置きなく上の方で、まあ、こんな感じでQちゃんとダッキですね、まあ、この2人を除外した上で、まあ、こんな布陣で活躍させていくみたいな、うん、組み方で全然あの205ステージ回せるんでね、まあ、白気の部分はレオニダスとかでも OK ですし、まあ、祝福2体持ってる方はキュゲンちゃんそんなに焦らなくていいかなというのが私の見解ですね。まあ本当に余裕があるなら取っちゃってもいいと思いますが、はい、ということでキュウちゃんが来たことで、まあ、戦役のメインとサブの、まあ、理想系じゃないですが形なんかにも影響が出てきているなというあ動画でした。
まあこうした方がもっといいんじゃないとか、もしこういう場合はどうした方がいいですかみたいな質問や意見があればコメント欄に書いていただければ、また回答の動画作るかもしれないので、はい、そちらも参考にしてみてください。結論としては、Qちゃん登用するべきかどうかに関しては基本的には登用すべきキャラクター、ただすでに祝福キャラクター2体持ってる場合は、まあ、撃退キャラクターあといるかどうかを見つつ見送っても全然いいし、で祝福キャラクター1体だけ持ってる場合には、それが楊貴妃とかだった場合にはサブの方にも箱の提供ができるようになるんで、まあ、白卓持ってる場合ですが、その場合にも Q ちゃんいるとサブも回しやすくなるんで、めちゃくちゃいいですよというとこですね。まあ、白卓持ってない場合にはこの部分昇王かダッキーが来る形になるんで、まあ、ダッキーの場合はここの応援の部分には、まあ、今のところは風波キャラクター帰国士みたいなキャラクターですねを置くか、はい、昇王持ちの方は、まあ、風波が昇王はできるんで、もうここ帰国士もいらないですね。その代わりこの形だと箱がなくなっちゃうんで、まあ、ルシーナみたいな箱キャラクターが必要になるんで、白卓持ってなくてここ蓄力キャラクター使う場合には、まあ、別途風波キャラクターや箱キャラクターなんかがいた方が良くなるので、そこが今こういったアタッカー頼みになりがちなんで、まあ、やっぱり Q ちゃん投用するなら白卓持ってる人っていうところが結構相乗効果が強いので、まあ、白卓持ってる人ほど Q ちゃんおすすめになってくる感じですね。はい、参考になれば嬉しいです。まあいろいろ喋りましたが、今後また CMR の暴走キャラクターとか CMR の蓄力キャラクターなんかが来て、まあ、下手したら CMR のコブキャラクターなんかが来るかもしれないんで、まあ、それで状況またすぐ変わっちゃうと思うので、まあ、今 CMR の過渡期でバッファーも出始めた頃ということで、そういう意味で見送っちゃってもいいかもしれませんね。まあ、前回の白卓の時みたいに戦役サブがこれから始まるぞっていう手前でもないので、まあ、警戒すべき新コンテンツもないので、まあ、のんびり剣の姿勢で待ってるのも全然ありな戦略かなと、まあ、今回の Q ちゃんの場合は白卓と違って思います。はい、として参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方も見に来てくださいね。はい、それでは。おっす。